ご覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。本日紹介するのは JM ウェストンの641ゴルフのロシアンカーフのモデルになります。サイズは、7E になります。状態は、非常にいいかなと思います。表記的には AB ランクで、表記しております。この他の方も割れなどもなく、常にシューツリーで保管されていたという感じの印象を受けますね。つま先の方の傷も特にございませんので、ご安心ください。横のフォルムも特に問題ないですね。こちらも同等になっております。ソールの方が若干ちびっている箇所もありますね。つま先が少し減っていたり、この辺り少しツルツルとなってますが、リッチウェイソールはどうしても最初硬いので、履き始めでどうしてもこう減りがちですが、ここからかなりしぶとく残っていきますんで、ご安心していただいて大丈夫と思います。私も5、6年履いているのございますけど、一度も変えたことありません。普通に仕事でも履いているのでかなり酷使はしていますが、特に問題、減りは少ないので、安心していただいていいと思います。他のモデルに比べても滑りにくかったりもするので、非常に履き味はいいかと思いますね。若干少しここにあと傷がございますね。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、少しだけございます。その他は特に他に関しては問題ないかと思いますね。かかとの方も状況的には特に問題ないと思いますね。ソールのかかとの減りも、若干ではございますが減っております。残念なのはかかとの裏の部分、こちらが少しちょっと当たってますので、ここちょっと考慮していただければと思います。中の沈み込みもそんなにはありません。沈みやすい靴ではないので、そんなには問題ないかと思います。サイズ感に関してはだいたいバリーラストで 8D あたりですね。幅がある方で8ハーフなどを考えていただければと思います。シャンボードで7から7ハーフがよろしいかと思いますね。180、ジェームウェストンのローファーの180に関しては、やっぱりシーウィズが一番かっこいいというふうに私どもも考えておりますが、ゴルフに関してはあまり細すぎるとゴルフらしさを損ねる印象があるので、やっぱ D ウィズとか E ウィズはすごくいい幅だと思います。ゴルフらしさが出ますね。ロジェに関してもやはり C とかだとすごくこう細長くなっちゃってロジェらしさがないので、こちらもやっぱり E とか D がやっぱおすすめのフォルムというか形になりますね。はい、単靴に関してはもう私もすごくこの靴はすごく好きなので、かなり登場回数も多いですね。パラブーツのシャンボードもいいですが、やはりワンステップアップでこちらのゴルフをやっぱりお買い求めいただければすごく納得できるかなと思います。販売価格もシャンボードの新品よりはお安い価格なので、そのあたりも考えていただきながら考慮していただければいいかなと思いますね。はい、以上となります。ご検討よろしくお願いします。それでは着こなし編もちょっとやってみたいと思います。私がよく、大体何でもゴルフに関してはすごく合います。
ごく短靴で短いので表情もすごくあるので、まあ、ノーズも短いですし、ワイドパンツもよく合いますね。よくやるのは、私がくらの M47 ミリタリーカーゴ、まあ、M65 とかもそうですかね。あの辺もありますし、チノであればフランス軍の M51 とかと、まあ、よく合わせますね。まあ、ジーンズも、まあ、501、505、まあ、やっぱりウエストンといえば、まあ、リゾルト、こちらもやっぱり林さんもよく履かれているように、すごくやっぱりモデル的によく合いますね。よく似合う方が多いですね。で、あと補足でちょっと説明したいんですが、今3つチップのものを用意してみたんですけども、こちらがジョン・ロブのバロスですね。バロスはやっぱりどちらかというとドレスに近いようなイメージですね。ちょっとこういうこのタイプになると少し、まあ、カーゴパンツとかではちょっと表情が硬いかなと思いますね。パラブットのシャンボード、こちらだとやっぱり少しちょっと今度はカジュアルすぎるかなという感じの印象がありますね。でそのやっぱ間にいるのがやっぱりドレスでも、まあ、そのカジュアルでも使いやすいっていうのが、まあ、このゴルフだと思うので、そういう立ち位置で着ていただければ、履いていただければいいかなというふうに考えますね。夏なんかでいけば、私はやっぱりよくジーンズと、まあ、ポロシャツ、長袖のポロシャツをちょっとまくってよく着たりするんですが、そちらで合わせたりとか、まあ、もちろん半袖でもいいですし、まあ、本当すごくシンプルに着ていただいてもすごく表情がいい靴なので、おすすめさせていただきたいと思いますね。冬なんかもやっぱりこういったトレンチとかで合わせてもいいと思いますし、アウターも、まあ、ミリタリーものとかでよく僕も合わせたりしますけども、まあ、いろんな多様はできると思いますので、そのあたりも考慮してもらえればいいかなと思いますね。まあ、この辺買われる方は大体皆さんおしゃれな方が多いので、まあ、あまり考えなくてもいいかなと思いますけども、すごく使い勝手のいい、私もまあ黒と茶のものを持ってますが、まあ、週に1回か2回はだいたい登場するやつなので、今日も私のこういったスタックの、これブラミンクのチノパンなんですけど、それにダブルのブレザーと、まあ、こういう風に合わせても、これもワイドパンツなんですが、ストーンと落ちるような感じのイメージなんですが、そういうので合わせてもすごくいいと思いますね。何かの参考にしてもらえたらいいと思います。よろしくお願いします。